法人、堀越学園は、かつて存在した、日本の学校法人。解散時点の理事長は、福田成人。群馬県を拠点に、創造学園大学などの小学校を運営していたが、相次ぐ不祥事により文部科学省から、解散命令を受けた。堀越高等学校などを要する東京都の同盟の、学校法人とは、無関係であるが、 本校の堀越学園の関係者を名乗る人物が東京都の堀越高校が系列校であると偽って学校祭の勧誘を行っていた。以上の相次ぐ不祥事により2011年1月24日付で堀越哲司理,理事長は隕石辞任した。その後経営状態が改善しないため文部科学省は2012年10月私立学校法に基づいた解散命令を 同年度末までに発令することを表明し、大学設置、学校法人審議会は、2012年10月25日、文部科学大臣、田中真紀子に対し、私立学校法に基づいて、解散命令を出すことが妥当との答申、報告を出している。2013年3月28日、解散命令により廃止された。この直後の4月4日に、 再建者の日本私立学校振興、共済事業団から破産を申し立てられている。同年6月4日、東京地方裁判所より破産手続き開始決定を受けた。負債総額は約45億円。また、群馬県は同年8月30日付で学園の生活協同組合だった生活協同組合学園マイネに対して解散命令を出した。ありがとうございます。